すいません、はじめまして。はじめまして。あ、三谷と申します。あ、よろしくお願いします。よろしくどうぞ。今回の動画は、人を幸せにする人が一番幸せになるがポリシー、茨城県つくば市本田秀樹さんの提供でお送りします。ご支援いただきありがとうございます。これからも応援よろしくお願いします。出演者大募集、概要欄に掲載されている G メールまでご応募お待ちしております。大笹さん、あら、まあ、吉田豪さんから紹介していただいたんですけど、年齢で言ったらおいくつになられるんでしたっけ？88過ぎましたよ。88歳で今現役のセクシー女優さんってことなんですよね？そうです。すごいですね。え？なられて何年目ですか？やってだから8年。8年？80からだから。80歳デビュー。そう。すごいですね。はあ。それだから8年もやってる人っていないんですって。これでデビューも、20代でデビューしてる人もそんなに長くはできないっていう。そっか。結婚したり、なるほど、旦那に見つかったとかね。はいはいはい、はい、もういろいろあるわけ。はい、うん、当時はね。で、今は家族、はい、旦那が全部承知してないと AV の女優にはなれない。うん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 、裁判沙汰になってるから。はあ、うん、なるほど。うん、あ、これですか？これです。あ、じゃあこれ乗って。え、これマニュアルですか？マニュアル。すごいよ。今まで何作出てるんですか？今でも8本。この間撮ったばっかり。この間88歳の、はい、ベージュの記念でドキュメントにしてる。へー。ドキュメントにして、はい、それで DVD 撮ったの。2人よ、相手2人。あ、午前中に1人、はい、午後から1人。ああ、なるほど。じゃあ、彼女って何時間ぐらいですか？朝9時からスタートで、夜9時ぐらいまで。え、じゃあ12時間？はい。物語なのよ。ルビーさんの DVD は物語なの。ルビーさんって監督さんですか？違う、会社。制作会社です。ああ、なるほど。古いレースで、自分が古いんじゃない？ルビーさんは。あ、そうなんですか？そう。そのルビーっていう制作会社さんと、結構長い付き合いなんですか？だから、スタートはそこからだから。そうなんですか。うん、だからルビーさん以外の仕事はしない。あ、そうなんですね。うん、そうか、なるほど。うん、出身はどちらですか？私、生まれは横浜です。あ、横浜。はい、父親は山形の鶴岡で、はい、おじいさんは昔は栄林省、うんうん、今は農林省となってるけど栄林省の職員だったのね。で、山を管理する仕事をしてたのがおじいさんなの。で、一戸建てのすごくいいお家を持ってて、うんうん、で、長男として生まれたのね、私の父親は。で、その鶴岡から早稲田大学へ入ったわけ。うん、だからうちの父、そのおじいさんは、まあ、鶴岡から早稲田に入ったということでね、大したもんだって言ってえばってたわけね。で、母親の方はこれまた絹糸を作ってる会社をやってたんです。おうおうおう。馬車でね、送り迎えしてもらって、そして家にはプールもあってという、まあ、裕福な家に育った母親なんです。はあ、すごいっすね。プール付き、はい、馬車付き。それでうちの父親が保険の会社だったので、うん、多分営業で行ったのかしらね。ほうほう。母と、まあ、気に入ったんでしょうね、お互いに。で、お互いに両方とも許さないということですよ。ほうほう。そんなわけのわかんない女はダメだったし、こっちはこっちでわけのわかんない男はダメだっていうんで、ほうほう、それで駆け落ちしたんですよ。へー。でも遠くに駆け落ちしなくて横浜らしく、てね。うん、うん、それで私が生まれたの。ほうほうほう。あ、で言うと、その駆け落ちしちゃってるから、そのお金持ちのおばあちゃん家とかにはあまり行ってないんですか？いや、行ってるみたいね。行きうちに住んでるから、多分親の母親の実家から全部出てるんじゃないかな、お金は。あ、そうですか。うん、あ、そう、一戸建てのいいうちに住んでましたよ。あ、そうなんですね。うん、あ、じゃあ割と裕福な家庭だったんですか？私、はい、裕福でしたよ。はあ。生まれた頃、88年前っていうと、あれ、戦争中ですよ。あ、ですか。そう、昭和10年生まれですからね。5、6歳の時でしょうね。ほうほう。山形にいて。あ、疎開ってですか？疎開じゃなく転勤で。転勤で。うん、で、山形市内の家に住んでました、社宅で。おお。じゃあ、その空襲とかそんなのは体験してないですか？うん、空襲自体は
経験してませんけど、でも小学校3年か4年だと思うね、山形なんかにはもう爆弾も何も落ちないだろうと思うけども、かゆくあなたはね、私はだから実家が鶴岡だから、ほうほう、鶴岡にあなたたちみんな子供たち行きなさいと、お母さんも、ほうで、お父さんは仕事があるから山形にいたりして、でその間なんか鶴岡秋田にも転勤だとかって、仕事でうちの父親はあちこち行ってたみたいね。ほうほう、だから父親がいたっていうのはあんまり感じなかったんだけどね。ああ、そっか、忙しく、うん、動いてたから父親はね。でも私は幼稚園も小学校も山形大学ね、付属幼稚園と付属小学校を行ってたんです、うんうんうん、すごい。じゃあもうエリートなんですよ、国立の幼稚園と小学校に行ったわけですもんね。そうです。はあ、じゃあだから お父さんは徴兵とかされなかったんですか？来なかったです。あ、そうなんですか。戦争が終わったのは何歳ですか？戦争終わったのは昭和20年ですか、10歳ですよ。B29 がどんどん飛んでいくのは見てましたけどね。あ、から東京やられるんだわと思って B29 見てましたけどね。その山形を通り過ぎて行くっていうことですか？そう。天皇陛下の録音放送は鶴岡で聞いたと思いますよ。あ、終わりますみたいな。そう終戦ですって言ってね、戦争が終わりますっていうのは10歳で聞きましたよ。それで終わって、でその当時父親は静岡にいたんですよね。越してきたのが小学校5年ぐらいだったかな。静岡市内のやっぱり社宅で、で私は小学校5年生と6年生を近所の小学校へ行って、そしてまた中学は静岡大学の付属中学。また国立行くんですね。そう、勉強してたのよね、結局私は。はあ、うん、母親も結構うるさい人だしだったのでね、はあ、静岡大学のね、付属中学の1年入って2年目にまた転勤で。また転勤するんですね。そう、結果中学はどこを卒業するんですか？千葉です。あ、千葉のまた国立大学の卒業ですか？いや、千葉は普通の中学に来ました。県立の女子高校に入ったの、うんうん、千葉女子ね、そうことがあって、そこで入ったはいいんだけど、また転勤ですよ。あ、どこに？それから東京です。あ、次東京に行くんですね。そう、はあ、だから私は入った学校と出た学校が全部違うんですよ。もう2年生になって転勤、2年生になって転勤ですから。はあ、じゃあ高校卒業後の進路はどうするんですか？で、高校卒業したのは東京ですよ。で、母親に言ったんですよ。私、妹たちはちゃんと3年間出た学校、入った学校と同じなんだけど、あ、はいはい、私だけ入った学校と出た学校は全部違うの、うんうん、だから、うちの母親にね、一つぐらい入った学校と出た学校が私は欲しいから、私は大学に来ますって言って。当時、はい、女性が大学行っても珍しいですか？そんなこともない。珍しい。はあ。そして入ったのが大妻です。あ、大妻女子。はい、千代田区にありますね。有名ですよね。有名です。お嬢様学校ね。はあ。だからやっぱそこに行くのもみんなお金持ちですか？みんな地方の方が多いんですけれども、やっぱり弁護士さんとかお医者さんのお嬢さんとか、はあ、そういう人たちばっかり。昭和20年代ぐらいの女子大生は何になると思って大学に行ったんですか？そのいいお嫁さんになるみたいな感じのモチベーションなんですか？それともみんなそうです。あ、やっぱそうなんですか？そうです。あ、学のある妻になるぞみたいな。そうそう、みんな頭のいいお嬢さんたちはすぐ死ぬからね、いい人と一緒になるっていうことでね。なるほど。ですけども、やっぱり私は友達が欲しくてね。ああ、そっか。転勤で全然友達がいないですからね、うん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 、だからそう、ここでは友達を作ろうと思って、はあ、友達一生懸命仲いい友達を作って。なるほどね。で、友達は全部東京の出身の人たちばっかりで、うんうん、5人ぐらいいたんですけど、うん、みんな立派なお家のお嬢さんたちで。へえ。ちなみになんですけど、
今とかってどん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 あの初体女性の初体験とかってなんか低年齢化してるとかって言うじゃないですか。ああそっちね、うん、当時はどんな感じでしたか。その私はね初恋しかそういうの何もないのよ、転勤してるから、はあはあはあね、でうちの母親はすごく厳しいね、はあ、傷物になっては絶対ダメですからねって言われた。あ、傷物っていう言い方なんですか。もうその当時はね処置じゃないということが、そう、傷物、完全で、うん、へえ。25、6になったらみんな結婚してないのはみんな傷物、うんうんうん、そう、だから23になったら家を出なさい、うんうん、それまでにちゃんといい人を探しなさい、はあ、傷物になってはダメですよまあでもそういう時代ですよね。そんなもう 今で言ったらもうなかなかの差別というか。いやだから今の人たちおかしいのね、考え方が。あなるほど、うん、私たちの時代の人間から見ればね、はあはあ、もう育ちが悪い。なるほどね、うん、そっか、いろな、まあ誰かで構わずその性交渉してはいけないよっていうことですか。もうそういうことをする人するんだったら結婚するなさ、その人と。うんうんうん、なるほどね、うん、で実際その大沢さんは何歳で結婚するんですか。23です。あ、本当に。じゃあお母さんが言った通り。そう。え、旦那さんとどこで出会うんですか。うちの旦那もすごいです。日比谷高校から京都大学出て。おい、もうハイパーエリートじゃないですか。京都大学アメフトをやった人で。はあ、うん、そしてチェリーボーイだし。あ、同じく。同じく、そう、経験なしの男。はは、それそして同じ会社で知り合った。あ、就職するんですね。そう、一時ね。どこに就職されたんですか。 一度私二十歳で、あのね、小西六って、昔小西六って言ってたんですけども、ほうほう、うん、今何て言うんだろう、そっか、大妻女子は短大なんですか。そう、短大です。そうか、そうか、当時だから二十歳で就職されたんですね。そうそうそう、それで宣伝課にいて。おお、なるほど。その間中やっぱり父親が病気しましてね、ほうほう、で父親はあの仙台に転勤してたんですけど、で家族はみんな東京に置いて、で下の妹だけ連れてね、あの仙台に転勤で行ってたんですよ。そう、それで仙台に、ね、七夕を見にね行ったんですよ。そしたらね、父親の様子がちょっとおかしいのね。で見てもらったらば、あのS 字結腸がんってがんでね、でもうそこで仙台に1年ぐらいいたのかな、うん、入院してね、手術して、で帰ってこないから、で私は会社を辞めて、で弟たちがと妹と、私家族兄弟5人いるんですよ。でその子たちのご飯食べさせなきゃいけないから、お世話したんですね。だからそう、全部子供、妹たちの世話をやってたの、うん、1年ね。でそのうちにあの父親が帰ってきたの、母親、それ、うん、母親がね、うん、連れて来たんですけども、もう全然仕事に行く状態じゃなくて、うん、もう寝たっきりだからね、うん、でどうしようもない。でも部屋が結構大きな家でしたのでね、うん、奥の家で部屋で父親寝てましたんですけどね、うん、それで母親も、私もいるし、お母さんもいるから、あなたお勤めした方がいいよって言われて、うんうん、それで父親の会社、同じ保険会社だから、かよくあなたそこに行きなさいよっつって、うんうん、で保険会社に勤めたんです。おー、でそこの保険会社で、で父親が亡くなって、うん、で保険とかなんとかでいろんな手続きがあったんで、あちこちに行ってたんですよ、うん、でそして電車、私は高円寺に住んでたので、うんうん、で高円寺から中央線で東京駅だったのね、ほうほう、会社がね、うん、丸の内だったの、うん、だから中央線で高円寺から東京駅まで電車に乗って、いつもで一緒に行く男性がいて、私は好き嫌いとかそんなあれはないんだけど、もう顔も知ってるから、いつも同じ電車で一緒に行ってたわけ、ほうほう、そして電車に降りて、そして同じ会社で同じ階段エレベーター乗っていくから、あれ同じところに行くんだと思って、で7階だったんだけど、私はこっち作品で、片っぽは向こうで男の友達と一緒にそっち、あっちのいい やってる仕事の人なんだっていうことで分かって、それで私は作品つって、あのなんていうのかな、契約、
今まで契約してるそのあるかなしかを調べる、ね、今はインターネットでやってるんですけど、前はもうあの伝票で全部調べてるんですよ、うんうんうん、でそういうことをやってたもんだから、その人が電話かかってくるようになって、あの人なんだなと思って調べてて、うんうん、で友達がほら電話かかってきたよっていうか、電話出たらやっぱり彼だったのね、うんうん、でそんなで電話で行ったり来たりしてたわけ、うんうんうん、そして、私あれはあの会社は労働省の切符がね半額かなんかで来るんですよ当時ね、うん、で私も映画大好きだったから、それも スポーツのスキーかなんかの切符だったと思います。それでいやもう今日行かないとこれも切符ダメになるけど、友達にあなたも一緒に行かないって言ったら、いや私土曜日なのそれで、私用事があるからダメって、であらじゃああの人誘ったらって言うから、じゃあちょっと電話してみるねっつって、で彼に電話したわけ。したら彼来たわよ。だけど彼は切符くれると思ったんだって。あ、はいはいはい、2枚あるから、うん、2枚くれるんだと思ったんだよ、うん、そしたら一緒に行こうって私言ったらしくてね、うんうん、ちょうどね給料日の前の日だったの、うん、うちの会社21日の給料日で、うん、20日だったの、忘れられない20日だったのね、うん、ちょっと待ってくれっつってさ、その一緒に公園に乗ってた男の人からお金借りて、ほらご飯も食べなきゃいけないだろうか、誘われた以上は、うんうんうん、だからいくらかかるかわかんないからちょこっと借りて、うんうん、そして映画を見てで食事をしたわけ、うんうん、うちの母親もそうなんだ、厳しいんだけども、家から通ってる男はダメと、うんうん、わがままだから、うんね、経済力もないし、うん、親が全部面倒見てるから、親の家から通ってる人はダメだよ、うん、学生時代に寮とか自炊したとかね、うんうん、そういうことを大学時代にやってないとダメよっていうのが条件ね、はい、と私としてはそれと、すると私は私よりも背が高くなきゃダメだとかね、うんうん、それから頭は私よりよくしてないと子供がバカだったら困るからとかね、うんうん、それから顔がブスだったら子供もブスだからそれもダメだとかって、私なりにイメージがあるわけね、男性を選ぶのに、はい、そういうので選んでたから、はい、うちの夫はだから学生時代は寮生活したり、うん、スポーツマンだし背も高いし、うん、頭もいいし、うんうんうん、だからあこの人ならいいんじゃないかなと思ってそう、そしてそうでお食事した後ね、ちゃんと私の家まで高円寺の家まで送ってきたのよ、誘われた以上はちゃんとねお家まで届けるのが私、僕はそういう人間だからって言われて、ほうほう、ちゃんと家まで送ってくれたの。へえ、そう、そんなことして、であの結構お昼休みに、会社のそばは皇居の 池のそばだから、でお昼休みそこでデートしてね、ほうほう、それをやってた、デートしてた、ほうほう、そして何ヶ月か送ってくれてたんだよね、必ず毎日何時に会社出るからじゃあ送っていくねっつって必ず送ってくれてた。へえ、毎日のように送ってくれた。ほうほう、うん、そのうちに1ヶ月ぐらい経ってからかな、僕と一緒になろうよと言われた。あ、もうプロポーズですか。そう、はあ、付き合うとか段階を踏まずにもう、うん、僕と一緒に結婚しようよって言われたからさ、はあ、私でいいんですかって私言ったのよ。ほうほう、でいいよって。そうするには私は母親を会わせないといけないから、はいはいはい、うちの母親に会ってもらって、そしたらうちの夫が、あの母親に育てられてるから、はいはい、しっかりした人だなと思ったって。あ、なるほどね、うん、で母親は大丈夫よ、それで OK してくれたから。あ、それお母さんがもうあの OK したっていうのは、それは、結婚してもいいよっていうことよ。あ、なるほどね、うん、でそれでもまだセックスはしてないからね。へえ、うん、いつするんですか。じゃあそれから1ヶ月か2ヶ月経ってからですよね。ほう、うん、それで上野の方のあっちの方へ行ってホテルかなんか行ったの。ほう、2ヶ月ぐらい経ってからだよ。それってラブホテルってあるんですか。ラブホテル当時あるんですか。はずも、うん、あった。 あるんですね。え、その当時って60数年前、うん、ま、コンドームとかあるんですか。コンドームなんかしなかったよ。
だからもうそこも結婚するって決まってるし。決まってる、そうそうそう。ちなみにどうでしたか、その初体験してみて、その23歳で。いや男性っていうのを知らないからね私、うんうん、だから物を見るのも初めてだし、うんうん、あじゃあそれがこうでかくなってるみたいなのも見たことないってこと。見たことない。はあ。それビビるんですか、びっくりするんですか。いや男の人ってこんななんだっていうの。へえ。こういうものを持ってるんだって。へえ、なるほどね。大人になってからの少女喪失って痛いんですか。そんなことない。そんなことはなかった。痛くなかったよ。あやっぱじゃあ痛いっていうのは感じなかったね。はあ、うん、すごい幸せだなというか。うん、そうだね、この人と一緒になったんだなと思っていたし、ね、はあ、うん、翌年の10月にはもう結婚式だから。ああそうですか。知り合って1年後、はあ、で夫は24歳、はあ、私はまだ23。それって会社辞めるんですか、ご結婚されて。私はもう半年、6月、翌年の6月には会社を辞めてた。はあ、なんかそうか、結婚に向け花嫁修行ってことですか。うん、そう、だからその間にはお花もやったし、お茶もやったし。あ、そういうのやるんですね。うん、はあ。結果その旦那さんとの間には お子さん何人ぐらい生まれるんですか。子供3人産みましたよ。はあ。うん、それも転勤でね、あっちらこちらと。あ、そっか、同じ、なんならお父さんと同じ仕事ってことですね。同じ仕事。でも役員になってるから、うちの主人は入社するのに一番で入ってるわけ。主席。主席でね。ほうほう。でトップから10人は役員候補なの。ほうほうほう。あとは営業150人。ほうほう。だから人事部長やったり。財務部長やったりしてましたよ。はあ。え、旦那さんとの別れは結構早く来るんですよね。そう、59だからね。でも夫はもう私と、はい、私を惚れに惚れ込んじゃってるから、はいはい、毎日ですよ。あ、毎日毎日やってました。へえ、そうなんですか。その中にはちょっと時々このアブノーナルなプレーとかもしてたんですか。ない、なんか不基本性上位だろうと思うね。私も夫もそういうのが普通だと思ってるから。あ、ほうほう。でまさかあの 会社の寮にいたのね、3階建ての。でもさ、隣の奥さんにさ、あなたどのくらいやってるのなんて聞けないでしょ。あ、まあそうっすね。ね、はい、だから男の人ってこういうもんだと思ってるから私は。はあ、ははあ、子供が生まれてからもセックスレスとかなってないんですか。ない。へえ、何歳までじゃセックスしてたんですか。ずっと、もずっとだよ。亡くなる2年ぐらい前までやってた。あ、57。そう、6、うん。そして最後にもう言ったのは、もう抱けなくてごめんねですから。へえ、すごい、もう日課なんですね。日課です。へえ、素敵ですね。いいですねそれは。え、でもその3人お子さん産んでるじゃないですか。3人子供いますけども、5人下ろしてます。かぶせないから。かぶせない。ああ、そうか、ゴムなしだし。ゴムなし。あ、もう4人目はちょっといい、大変だしってこと。それ以降ってことですか。いやいや、いい生活はしてましたけど、はいはい、子供は3人が限度だな、サラリーマンはと思ってたから。ああ、自分の中でお互いに、うんうん、だって子供を大学に行かせなきゃいけないんですよ。ああ、そうですね。チランポランの子供を育てるのは嫌だからね私は。ああ、そっか、じゃあ4人目以降できた場合はもう下ろす、下ろす、下ろす。はあ、なるほどね。それもじゃあもうなんか、え、どうやって下ろすんですか。普通にちゃんと病院行って。ああ、じゃあもう、あ、生理来ないな、あ、できた、じゃあ具合がある、やっぱり、あ、できちゃったなって言って。へえ。で病院も一箇所のみね、女房はあちらこちらの病院で見せるところじゃないから一箇所だけ。なるほど。一箇所その先生にずっと。え、一番最後下ろしたの何歳ですか。50代じゃないのかな。50代で終わってる。52ぐらいで生理終わってるから40終わりぐらいかな。あ、でも40終わりでもやっぱできるんですね。まあ、そうか、でもできる。今なんか50、60、50なんかはみんな産んでるじゃん。はあ、すごいな。うん、そっか。え、だから旦那さんって何でいなくなっちゃったんですか。膵臓がんです。はあ。え、旦那さんが膵臓がんが発覚するの何歳ですか。だから亡くなる前だから57ぐらいかな。7、8、8かな、8、9だから、そう、8だね。あ、だから
30年前ぐらいってことですよね。そう、32年ぐらいになるね。お、当時はもうがんって治す術あんまりない感じですか？膵臓がんはね。あ、そうですか。今もそうだよ。膵臓がんはもう一番分かんないところだから。あ、背中の肝臓を通して管を入れてないと調べられないところ。は、写真も何もそんなのダメなの。あ、そうなんです ね。一番厄介なところにがんになって、そう、そしてもう脊髄の血管まで巻き込んでるからって言われて、でもう6ヶ月だなっていう先生に言われた。あ、余命宣告されるんですね。6ヶ月って言われた。はあ、うん、そか。しかもそんな一応毎年健康診断受けてますもんね、まあ、だけどそれは私には見せなかったからね、分かんない。健康診断してるよ、してても何でもないよって言ってきてるから、私は何でもないんだろうと思ってたんだけどね。それを言わなかったのかもしれないけど、でも仕事中に背中が痛いとかいうのは言ってたね。へー、うん、そうなんだ、うん、机の仕事ばっかりだから背中が痛くなるのかななんて思ってはいたんだけどね。はあ、え、どの、でも結構早いですよね。だってその未亡人になる、59歳で未亡人ですか、うん、そうそうそう。その時はどんな気分ですか？何が？その結構早くにその旦那さんに先立たれたっていうことで言うと、1年2ヶ月ね、一緒に病院寝泊まりしてね、私ね、うん、世話したし、うん、もう後悔は全然してないわけよ、うんうん、元気でいてくれるからねって、病院入院しててもね、うんうん、よかったけどね。それで亡くなる4日ぐらい前に私に何か書いてるんですよ。パパ何書いてんのよって言ったら、うん、ちょっとなって言うから、って言って、でそれを書いたやつを見せて、そしたら遺言状みたいなの、うん、本当に可愛い女房だったなっていうの。へえ、それを亡くなる4日前に書いたのよ。はあ、ねえ、ねえ、なるほどね。ねえ、だから頭はしっかりしてたね。うん、タバコも吸う人だから、だから病院に行っててもタバコ吸いに行きたいっつっちゃ、紐ついてる、つけてるんですよ、私とパパの。パパはベッドで寝てるし、私は簡易ベッドで寝てるから、うんうん、紐ついてて、プンプンと、あ、タバコだなと思って、あ、起きて、うん、でタバコ吸うところがあるから、うん、そこに連れて行ったりしてた。はあ、で小川さんがそこからそのセクシー女優にデビューっていうんですかとかっていうのはどんな流れですか、うん、働き出すんですかどこで。してないよ、3年ぐらい遊び回ってましたよ。ああ、はあ、はあ、そう。それで私は外で飲むのが大好きなのね。はいはいはい。っていうのはやっぱり転勤してあちこちで動いてるから、人と喋るっていうことがもう当たり前っていうの人生だから、そこの地方の言葉も喋れるし、はあはあ、そういう風にならされてきてるから、はあはあ、だから亡くなってパパ長くいなくなってもやっぱり人とは喋りたいから、はあはあ、それで飲み歩きですよ私、はあ、で夫は一切外に飲み歩かない、だから私も外に飲み出してくれないわけ。ああ、だからいなくなったからちょっと高が外れてめちゃめちゃ飲んでなく、そうそう、飲みまくり疲れてたっていう感じ。そうそうそう。場所はどこなんですか？南平。南平で疲れてたんですか？え、あの駅で疲れてたんですか？あの駅の飲み屋で。いやいや、そう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 、いやいや、飲み歩いてる時に、はい、この店私辞めるから私にやってよって私に言ったのよ、はあ、で私は一緒に飲み歩いてる男がいたの。あ、それ彼氏なんですか？彼氏っていうか学生だったんだけどね。学生？学生だから私は年寄り大嫌いだから。あ、そうなんですか。21人ぐらいの子。マジですか？え、それ別に付き合ってとかじゃないんですかね？付き合ってるって言えば付き合ってたね。14年も付き合ってたから。やらないよ私は、これやらない。私はね、夫ともう前35年やってきてるからやりたくない。あ、別にセックスするとかの関係じゃないけど、ね、そうそう、飲み、本当に飲みとか、ね、飲み歩き友達。あ、飲み友がいて、それもだから若くないとダメだから。すごいさ。はあ、それで、はい、あるお店、南平のお店で、私も辞めるから私にやりなさいよって言われたの、はい、で私はそういう店は知らないから、やったこともないから、
ね、スナックなんかとてもできる味じゃないからできないって言ったの、はい、いやいやできるから、できるからって言われたって私できないよって言ってんのよ、うん、にさ、でもでも私何月何日に辞めるから、ほうほう、あとやってよって言われた、うん、そしたらその男が、いや僕もホストやってたからできるから、かよこさん手伝うからやろうよ、はぁ、へぇ、なるほどね。それとホスト、元ホストだったんですね、そのもみ友達は。学生よ。はぁ、ほんでスナックやり始めて、うん、そう、へぇ、でそしてやってた、スナックやってた、うん、そのスナックやってる時に美容院のね、うん、の女の子と知り合ってて、うん、でその人が私の店手伝いに来たりしてやってくれてたわけよ、ほうほう、なので病院から今度変わったのってか、何やってんの、結婚式の式場で、うん、お嫁さんの頭とメイクやってんのよって、あ今度そっちになったのいいねって言ってたのよ、うん、でも何年か経つとさ、ママちょっと今授業変わったのってか、また変わったのってね、うん、何したのって言ったら、今度 AV のね女優さんのメイクと部屋をやってるから、はいはい、ママやらない、女優になんないって、バカじゃない、私ここスナックやってんだからねっつってさ、ほうほうほう、やるわけない、私なんかそういう話持ってこないでって言ってるのが3年、もうしつこいしつこい、は3年間口説かれたんですか、言われてた、口説かれてた、しかも女性ってことですよね、相手は。そうだよ、へ、友達ね、女友達、いまだにも付き合ってるけど、なるほど、あのメイクさんってことね、そうメイク、はあ、え、じゃあ逆に3年断ってたのにやろうって気になったの何なんですか。気にならないよ。それで久しぶりにお食事においでよって言われて、どこって池袋、うわ池袋なんて行ったこともないし、うんうん、とってもじゃないけど行かれないって言ったらさ、いやじゃあホームにいてよって言うから、はぁーっつってさ、うん、で上野方面の山手線の上野方面の一番前にいるわよって、私分かんないからね、私、おうおうおう、そして一番前に待ってたら来たから、おうおう、じゃああなたの家に行くのねって池袋の家に歩いてたらさ、男性が一人来たの、あら彼氏かなと思ってたのよ、でもまあ3人で彼女の家に行きました、おうおう、ね、そして紹介されたらルビーさんの人だって言うから、またもうやらないって言ったら、なんでここに来てこの男の人連れてくるのよって言って、そしたらまた男が来たの、やったもう私しないって、またその話なしにしてたはずなのに、なんでって言ってさ、でもずっとそれ話がそんな話ばっかだからさ、もう私もう嫌だからっつってさ、そしたらそんなに嫌だったら現場見てくださいよって、現場見て、そして嫌だったら嫌だって、そしたらもうあのお誘いしませんからって言われた、うんうんうん、あそうそれだったらっつってさ、で鶴ヶ島、私車で運転し、埼玉ね、ほうほう、鶴ヶ島私行きましたよ、ほうほう、住所も何も聞いてナビ入れてね、ほうほう、そして行って撮影を見てたら老人介護だ、うわ私年を大嫌いなのにこんなの見て見たくないっつってさ、うん、あそれ老人物の AV だったんですね、を撮影してるわけ、ほうほうほう、カメラママはいるし照明はいるし、ワイドボードもいるし、うんうんうん、5、6人の男性がさ、映してるわけでしょ、うん、うわ、こんなの絶対嫌だと思ってさ、うんうんうん、で、もう断りしてたの、うんうん、俺だけど、私老人嫌いだけどさ、若い男ならまだしもこういうの見たくないねって自分で言ってたのよ、こうやって、はいはい、そしたら今私のマネージャーになってる人なんだけど、それ聞いてて、ほうほう、10日ぐらいしたら、ママ若くていい男、物のいい人、用意しましたから来てくださいって。はあ、ほうほうほう。ね。ほうほう。もうそうなったらさ、男性の給料もあるし、ほうほう、スタッフの給料もあるからさ。あ、もうなんか固められちゃったんですね。そうよ。決められちゃった。じゃあそれじゃノーって言えなくなったじゃん。ほうほう。もう覚悟決めた。それが80。へえ。え、実際、じゃあその、若くてイケメンみたいな AV 男優さんが来てくれたんですか。うん、へえ。物も良くてね。物もいい。うち夫がね物がいいのよ。で若い頃はへそまだついたっていうからチンコが。ああじゃあデカチンで絶倫だったんですね、うん、旦那さん。すごいですね。だからあれあの時ね家建てた時が45ぐらいの時からね。はい。私夫のチンコ写真撮ってあるから。へえ。
撮ってくれよって言われたらしいのね。だから撮ったんだと思う。それ現像してるんですか？ちゃんと持ってるよ現像っていうかすぐ撮れる写真があるじゃないの。パチンってやったらスーッと出てくる。あ、ポラロイド。ポラロイド、ポラロイド。あ、チェキ的な。え、あ、チェキ分かんないですね。ポラロイドカメラで、うん、へえ。持ってるし。それ今も持ってますか？今持ってない。ここで見せることないじゃないの。あ、そうなんですか。いや見たかったな何夫の、はあはあ、やっぱそのポラロイドカメラに収めてるチンコってのがちょっといいじゃないですか。いいよ、立派だよ。へえ。あ、夫の写真あるよ。あ、そうなんですか。うん、いい男だよ。婚約して食事した時の顔。あ、爽やかですね。これでチンコでかいんですね。でかい。はあ、それはいい男ですね。優しくて。なるほどね。しかも浮気もしないし。しない。ちゃんと家に帰ってくるし、うん、今の人は携帯で手紙、いろんなこと言うんでしょうけど、当時は手紙だからねラブレターだからね。はあ。私もがっつり持ってるよラブレター。へえ、旦那さんのね。ね、字が綺麗だよ。へえ。今の人たち書かせたら汚い字が。まあ、そうっすね、確かにデジタルで打っちゃうから、ね、汚い汚い。だけど、はあ、当時はみんな字が綺麗よ。なるほどね。そう、はあ、え、じゃあその AV 男優さんは夫よりはもうダメ。 夫のようないいのはいない。なるほど。夫さん、旦那さんほどの巨人はいなかったですね。チンコいない。あ、じゃあまあオーダーした時にチンコでかい方がいいって言ったんですか？そう言ったよ。あ、私でかくないと無理だよって。いや、そう。はあ。で、一応なるべくそれに沿った人を用意してくれて。いないね、うん、まあまあ最初の子は良かったかもしれないけど、あとはあんま良くない。え、どうでしたか？その旦那さん以外に抱かれるの初めてじゃないですか？そう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 。だからその時24年ぶりだよね、はあ、24年ぶりに、はあ、もう一生私はもうやりすぎてるからね、見たくないのよもう、うん、それなりにその撮影で会った時にいやいや24年ぶりに生のものを見るんだと思ってさ、ほうほうほう、興味津々っていうか気持ち悪いなと思いながらも、ほうほうほう、でお風呂入って洗ってあげた時にやっぱりね24年前の癖って出るんだね。その時に私洗いながら立たせるからね。へえ。旦那さんとも一緒にお風呂入るんですか？入ってたでしょ。へえ。でチンコ洗ってあげてたんですか？でしょうね。へえ。じゃあお風呂でもやってたんですか？一番最初はお風呂だったからね。あ、初体験お風呂なんですか？うん。はあ、なるほどね。お風呂の初体験ぶりとかちょっとなんかリンクしますね、それなんかね。そうだね。初めての撮影とかって、小川さんはもう閉経してるしゃるじゃないですか。そうよ。じゃあ別にゴムとかつけないですか？行くところになるとゴムつけるね。あ、いろんな感染症とか。そういう観点で感染症って性病検査を提出しないとやれないからね。お、じゃあ別にその 性病とかそういうことで言うともう安全な状態で。そうだよ。2人とも望んでて。そう。射精のタイミングはゴムつけるんですね、一応途中でね。へえ、なるほど。行きそうになった時に発射しなきゃいけなくなった時にゴムつけるみたい。あ、そうなんですね、うん、へえ。気持ちよかったですか？ないよ。あ、気持ちよかった。小さいんだもん。はあ、そうなんですか、うん、当たる場所がないからへえ、なるほどね。それ一応気持ちいい振りするんですか？振りはするよ。あ、女優として？仕事だから。あ、そっか。それはちょっとわきまえてらっしゃるんですね、その求められたものは。それはそうだよ。一応行った振りするんですか？振りする。行ってないけど。うん、行かない。旦那さんは行っててましたか？え、旦那さんとか やってて行ってましたか？行ってるよ、何回も。ああ、そうなんですね。はあ。え、でそれは一回きりにしようと思わなかったんですか？それとももう一回やろうかなと思えたんですか？何が？その撮影。だって会社から来るから。オファーが。うん。はあ、なるほどね。うん。この職業は好きなんですか？ AV 女優は。好きじゃないよ。仕事だと思ってるから。はあ、ギャラはいいんですか？まあまあ、いい方じゃ、わかんない。私、皆さんどのくらいもらってるかわからない。売れなかったら4、5万だって。4、5万？売れなかったらどうしようもないじゃん。あれだけのスタッフ使ってさ。まあね。DVD 作ってよ。売れなかったらダメ、どうしようもない。売れたんですか？撮影、私の撮影は全部売れちゃう。売れちゃうんですね。うん、ない、予約で全部売れちゃう。それ何が違うんですか？そのそういう40、50、60の男性は
ね、はい、今の女性が痩せすぎだって、はい、外で女を抱いてもみんなガリガリ、はい、そのプヨンプヨンっていうのがない、はい、そのプヨンプヨンが欲しいんだって今の男は。へえ、80歳のセックスが見たいっていうやっぱ需要があるんですね。あるん。へえ。でも女性もすごく多いんですよ、不安が。あ、そうなんですか。まあ DVD 買うかどうかそれは知らない、持ってるよっていう人もいますよ、うん、でも男性が多い。だから40、50、60が多いんですか。抜かせてもらってますみたいな感じで来るんですか。え、握手会とか分かんないけど。そんなのはしない。あ、そうなんですか。そういう催し物は私はしない。じゃあファンと会ったことないですか。別に会ったことない。あ、そうなんですね。そうそう、だけど言われるよ、小笠原さん、女優さんたちが会いたいって言ってるよって言われるけど、そんな会う機会がないから。なるほどね。そっか、じゃあ南平に来てくれればまあ一応会うかもしれないけど。そうそうそう、お会いしますけどって感じ。はあ、なるほどね。ちなみにこのお子さんたちは今のこの活動は どういう感想ですか。いや、息子は知ってますよ。はは、息子、娘2人はもう嫁いだ家だから関係ないから。なるほど。娘たちはそういうふうに育てたから、私たち夫婦は。へえ、息子さんどうなんですか。じゃあ息子は OK よ、別に。は、俺興味何にもないから、まあ好き勝手に長生きできればそれでいいよあ、でも長生きの一個の秘訣でもあったりするんですか。そうだろうね、元気でいるっていうことは。はあ、撮影前なんか準備したりするんですか。え、撮影前にちょっと体力が必要とか。ない、何にもしたことない。へえ、なるほどね。濡れはするんですか。ぬるぬるです。へえ、別にそのオイルなんか一切使わない。お、ローション使うわけでもないし。ローション使わない、自然に、うん、出るんだろうね。へえ、そうなんですね。あ、でもじゃあ一応体はそのまあ微妙な男だなと思いつつ反応はしてくれるんですね。そうですね。はあ、なるほど。え、8本撮ったんですよね。うん、8本の中で、まあ、一番旦那さんがいいっていうことでしょうけど、あのその次に良かった人誰ですか。何作目が良かったですか。この間もやったんだけどね、何作目かな、あの人とやったのは6かな。ゴレンジャーのピンクパンサーだと栗原さんという人なんだけど、はいはい、ゴレンジャーのね、はいはい、中年の夫婦の旅行の撮影になったのね、はいはい、その時50代ぐらいだったかな、はい、うん、でもその人のものは一番良かったね。へえ、っていうかもうその6作目ぐらいになってくるともう別に20代の若い男じゃなくてもいいかなって気持ちになる。いや、もう条件は20代。ちょっと50代で。だからたまたまそれがさ、年寄りの旅行だから。あ、設定が。じゃあそれ受け入れたんですか。もうそういう設定だから。あ、しょうがないかと。ああ、まあそうかなと思って。あ、じゃあしょうがないかなと思ってやってみたら50代が一番良かったんですか。そう、ものがね。へえ、硬さも。硬さも。はあ、そっか、じゃあ関係ないですね。え、その年齢として20代の方が硬そうじゃないですか。そう、ダメダメね、ダメダメ。そうなんですね。そう。へえ、すごいな、面白いなそう、すごいとかどうかよくわからないけどね。へえ、そっか。楽しい。楽しい。でも楽しいのが一番いいですよね。楽しいっていうか、その物語あの、うん、に入り込むからね、私は。あ、そこちゃんと女優としてね、うん、それであの脚本がちゃんとあるし、はいはい、うん、その中に3回も同じ人だったんだけど、はい、その人またかなと思ったらば親に見つかってもうやれなくなっちゃったんだけど。あ、そうなんだ。から親に言わないでいたんだな、あいつはと思った。はは、男の人って親に言わないんだね、うん、え、他校内発射とかもされるパターンもありますか。口の中に。だからその子3回やった、その男の子ね、フラして口内発射。お風呂一緒に入っていてさ、洗ってるうちにさ、口、私旦那ともやって口に入れられたことないけどね。あ、旦那さんのフェラチオしたことないんですか。ない、ないと思う。分かんない、もう忘れちゃった。ああ、なるほどね。毎日やってるから何やってたんだ分かんない。はあ、やっぱりそうし、精子どんどんに詰まっちゃったりしないんですか。ええー、って出したのよ。たけれたけれたけれ、心は殺すことはある。何なのよって言って怒ってやったんだけど。はあ、なるほどね。次はどんな撮影したいとかあるんですか。なんか希望あるんですか、自分の。ない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 。はあ、とにかく今一日一日を楽しむって感じですか。そうだね、元気でやられるのが一番いいと思うし、うん、足腰が弱くなったらダメだし、
形がいろいろ形させられるから足がつるんだよね。あー、タイ？うん、体がそう、正常位ばっかりじゃないじゃん、うんうんうん、ね、足をこっちに上げてとかあっちに上げてとかさ、はいはい、旦那奥さんにそんなことするわけないだろうしさ、うんうん、はあ、なるほどね。え、僕今88じゃないですか、うんうん、死ぬのとかとかって怖いですか？え、死ぬ、うん、私全然死というのはあんまり今は感じないね。はあ、この間免許書き換えしたから91まで車乗れるからって感じだよ。なるほどね。そんな特に意識もしないですか？ない。へえ、怖かった時期もありますか、死が？ない。あ、そうなんですね。それ元来そんな感じなんですね。そう。へえ、なるほど、ね、あんまりくよくよした人生送ってないから。だってくよくよしたってしょうがないじゃん。うんうんうん、うん、そう。ただ自転車乗れてたんだけど乗れなくなったしなと思いながら。ああ、とか遠いのがね。今電動でねガンガン乗るけど、そう、うんうんうん、いいよね。はあ、うん、じゃあお母さん、すいません、はい、それじゃ失礼します。失礼します。はい、ありがとうございます。出演者大募集、概要欄に掲載されている G メールまでご応募お待ちしております。外録チャンネル三谷の下でディレクターになりたいよという若者大募集中です。概要欄掲載の応募方法でご連絡お待ちしてます。一緒に面白いもの作りましょう。2月24日新宿ロフトプラスワンにて元自衛隊五ノ井稲さん、ひろゆきさんの妻西村ゆかさんとトークライブ行います。よかったら遊びに来てください。さらに福岡スクエアガーデンさんで1月13日もトークライブ行います。終演後ファンコミュニティ限定の打ち上げも行いますので、よかったら入ってください。よろしくお願いします。